こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。さてですね、カタノギブレット。このまま、なんだったっけ、ウォッカのサンク。ウォッカが母親です。デビュー戦は 1.1 倍ということで 1.0 倍はならずでしたね。中長距離が向いているということで。状態を良くしたい。これでいい感じになりました。さてと、問題はですね、この時期が夏競馬ってことなんですよね。夏競馬なんでレースに出せない。おすすめはどっちかといえば、そこでですね、まあレースに出ちゃうんですが、小倉記念で挑みたいと思います。まあ当然の一番人気ですが、それでも 2.6 倍は物足りないな。まあ実績がないからかもしれない。2番人気は 6.9 倍。ダコール。小牧太志が騎乗します。3番人気が佐藤ラーゼン。7.5 倍。岩田康成が騎乗します。他に丸がついてるのが、フランスペスカっていうんだろうか、こちらがついてますね。レースやってみましょう。さあデビュー戦、デビュー戦といいますか、格付けされてから初のレース、小倉記念です。さて、名称ナルトなんていうのはいるんだな。やっぱり漫画のナルトが影響してるんだろうか。さあ最高峰ですね、これは。今回はさあこの直線の短いコースで最高峰で届くのか。まあなるべく勝って稲妻イレブンですね。こちらは超次元サッカー稲妻イレブン。さあもうまだ最高峰だ。
さあ、上がっていきます。もう、しかし直線だ。届くのか？すごい汗足に見えるが。すごい中割ってきて、一気に先頭に立った。そしてベルフだが。もくなしの勝利です。これら、一安心ですね。OK です。空き店ですかね、次は。見え。というわけで。気象がそんなに良くないとかそんなんじゃないよな。まだまだ改善の余地がある。444キロだ。軽いんでチーズで増やしていかないといけない。チーズでは増やさないんです。ショートケーキで増やすんです。で、放牧ですかね。ちょっと見てみましょう。なるほど。まだ、がれてるんですよね。そこで、レースです。レースじゃない。あれ？あ、レースに強制的に出んのか。失敗した。さあ、片荻ウェイト、まだ最高峰集団だが、でも外枠ですからね。直線はすごい長い。さあ、でもそろそろ行かないといけないぞ。まだ来ないか。来た。中割ってきた。ニヤ切ったが、これは抜け出しそう。まあ、勝ちましたね。ちょっと、それでも。お、距離適正が分かりました。1600か2600なんで、2000メートルがベストかもしれない。8月3週か。そして成長促進で、今度こそ放牧。何キロがベストなんだろうな。452とか454とかその辺かな。さあ、これで、放牧から戻しましょう。460キロになりましたね。ちなみに、この状態でレースに出すと、まあ、確率に重たいって言われるでしょうね。あ、でもそんなに重たくないのか。
走法で走るとしか書かれてない。インスはあまり得意ではない。まあいつものパターンですね。ちょっと疲れが見えているのは心配です。直前の周囲にならないと、あの体重がどうなのかとか出てこないのかな。これでも重いってことは452か454ですね、ベスト体重は。これでまだ軽いんで454がベスト体重ですね。おっと、ここでパートナー調教。さ、いよいよ秋の天皇賞の週です。当然こうなって、人参ですか。これで、ベスト体重で天皇賞秋に挑めます。一番人気ではあるんですが、戸崎か。ジョッキーが安定しないのは不安要因だよな。他に、栄新光、モーリス、ルージュパック。なかなかの、強敵揃いではあります。さあ、天皇賞秋に挑みます。栄光の天皇たとえと向かう東京競馬場2000m のスタート地点、果たして6枠7番ですね。ご注目ください。あんまりいいスタートじゃなかった。ラブリーデーが一気にいきますね。しかし栄新光もこの2頭が結構かかっている感じはするが、やっぱりしんがりのレースですね。さあ、800を切ってもうすぐ600を切る。第4コーナーに差し掛かる。
後ろから2番手ですね。上がり始めました。さあ、まだ遠心光が先頭です。さて、どうだ、伸びてくるのか。一気に外、大外伸びてきた。遠心光は足は鈍ってるが、ここにステファノスが頑張って、さらにルージュバック。しかし、カタノギブレットでした。いやー、やりました。お、メロンが出てきましたね。まあ普通に WBC かな。でもなんか危なっかしいな。あんまり負けさせたくないんですよね。だから JC か有馬かですよね。有馬はちょっと距離がギリギリなんで、香港カップ出させる手もありますよね。ショートケーキをまたたくさんいただきました。ショートケーキばっかり増えまして、処理に困りますよね。でもまあ嬉しい、嬉しい悲鳴です。はい、というわけで、今回は秋の天皇賞を見事勝利することができました。さあ、次のレースの選択に迷います。このまま WBC に行かせるか、G1、といってもまあ秋競馬はいろいろありますからね。ジャバーカップは厳しいにしても、芝でもですね、香港カップと有馬記念があります。どちらを選択するかというところですね。まあ、調子を見ながらですね、出走するレースを、決めていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ですね、高評価、コメント、SNS は拡散歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よければ見てください。またですね、最後20秒で関連動画、動画、プレイリスト、表示されます。時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。